龍卓寺は、北海道石狩市厚田区小丹谷に,にある、総当州の寺院。龍沢寺とも表記される。水道が普及する以前、海沿いの土地である厚田は掃除て飲料水の確保が難しく、古丹で唯一の井戸があった龍卓寺には、炊飯時や活水器になると、手桶やバケツを持った人々が、長蛇の列を作ったという逸話がある。1861年5月。 箱館市にある交流寺の末寺として創建される。当初は現在古丹墓地がある場所に所在していた。1874年2月、風雪のため大破。1875年7月、開拓市厚田郡出張所の役宅の払い下げを受ける。この頃、古丹の北外れのおしょろ骨にあった弁天車が海岸の侵食のために移動させられる運びとなり、 弁天社の収蔵品等の一部が、龍卓寺に移された。龍卓寺本堂の後輩にある龍の彫刻も元は、弁天社のものであり、本堂にぴったりと収まる寸法でない理由はそこにあるという。1945年7月15日、アメリカ軍の空襲を受けてクリンが全焼したものの、本堂は大きな被害を免れた。1955年、本堂大集築。 1957年、栗新築。1983年、本堂と栗が増築される。ありがとうございます。